慶応義塾図書館、旧館は、慶応義塾大学三田キャンパスにある大学図書館であり、三田演説館と並んで、慶応義塾大学を象徴する建造物の一つである、東京都港区三田にある、日本の重要文化財指定建造物。慶応義塾図書館、旧館1907年に、慶応義塾創立50周年を迎え、その記念事業として1908年寄港。 1912年5月18日、竣工。設計は、ソネ中条建築事務所。施工は、戸田組。1924年から1925年、震災応急修理。1927年から1928年、本館本格修理。鉄筋コンクリートによる新車庫増築工事。1947年から1948年。 戦災復旧工事。1961年、諸校増築。関東大震災、東京大空襲という二度にわたる大災害をくぐり抜け、建設当初の華麗な姿を止めている。赤レンガと花崗岩による壮麗な外観を有しており、五色様式洋風建築である。本館、諸校、東南隅にある八角塔を合わせて縦壺200坪。 二階に登る階段の踊り場にある色鮮やかなステンドグラスは圧巻で見学の精神が表現されている。蔵書数、閲覧席の規模では当時の大学図書館としては画期的なものであった。1981年、牧文彦の設計による新図書館が完成したのに伴い、本館は記念図書館、研究図書館として改修再生された。 ミタメディアセンターが管理運営している。現在あたり休館には、福沢研究センター、指導文庫、泉教科展示室のほか大会議室、紹介議室がある。1969年、国の重要文化財に指定された。ありがとうございます。